はい、どうも、ヒラレスです。どうも、カイズです。はい、今日なんですけども、はい、あのスニーカーズの方にとうとう、オフホワイトの、はい、はい、あの、エアージョーダンハイプとのコラボ出てきましたので、来ましたね。はい、お伝えしていきたいなと思います。はい、あの、アパレルについても、やっていきたいなと思いますので、はい、はい、このチャンネルでは、スニーカーやファッションに関するリーク情報や、発売情報などを動画でお届けしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい。出てきましたね。出てきましたね。ね、はい、あの、あれですよね。テームインパラの新しいアルバムですよね。え？なんすかそれ。テームインパラっていうバンドがあるんですけど、はい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 、あのですね、一応ですね、はい、テームインパラっていうのは、はい、あのバージェルアブロ、オフホワイトと関係のあるバンドなんで、はい、ちょっと言っちゃっていいですか？あ、いいですか？いいですよ。週末に言ってよ。いいよ。あの週末にですね、はい、テームインパラっていうですね、はい、オーストラリアのサイケデリックバンド。がいるんですけど、はい、その彼らがですね、はい、新しいアルバムを出すんですよ。ザ・スノー・ラッシュっていうアルバムを出すんですけど、はい、でそのアルバムがですね、はい、まあ、世界中、まあ、日本は省いてなんですけど、うん、まあ、世界中のメディアで2020年に最も発売が期待される新しいアルバムの一つとして言われているアルバムなんですよ。はい、で僕すごいそれ楽しみで、はい、まあ、これ見ている方はちょっともし気になったら見てもらい、あ、聞いてもらいたいんですけど、はい、そのテームインパラがですね、はい、でオフホワイトと関係があるかと言いましたら、はい、バージェル・アブロー自身がですね、はい、あのセオフィラス・ロンドンっていうブルックリンのラッパーがいるんですけど、はいはい、まあ、あのお互いを、なんていうんですかね、お互いの仕事をこうフックアップするような仲と言いますか、はい、でそのセオフィラス・ロンドンっていうのが、はい、さっき言いましたテームインパラと2曲コラボしてるんですよ、過去に。で、あの、その2曲コラボしてることを受けて、はい、なんていうんですかね、あの、バージェル・アブローが、オフ・ファイト名義で、はい、その、テーム・インパラと、セオ・フィラス・ロンドンの名前を使って、パーカー出してるんですよね。ああ、そうか。50着限定で。はい、おそらくその、テーム・インパラか、セオ・フィラス・ロンドンの、あの、ライブ会場で、確か打ったはずだと思うんですけど、はい、まあ、すごいそれが例なんですよね。はい、なんで、それがこれですか？あ、そうですね。はい。なんで、まあ、一応その、何ですか、テームインパラと一応バージョンアブロが関係あるっていう、まあ、つながるんですけど。ああ、で、まあ、紹介したと。そうですね。いすね、はい、まあ、スノーラッシュっていうアルバムが出るんで、まあ、ちょっとぜひ聴いてもらいたいなっていう、はい、あの、すごい気持ちのいいアルバム。アルバムなんですね。はい。まだ出ないんですよね。はい。14日発売なんで。はい。はい。わかりました。僕も聴いてみます。はい。行きましょうか。行きましょうか。あの、スニーカーズの方に、はい、まあ、やっとあの、出てきましたね。はい。あの、エアージョーダン5と、はい、まあ、ホワイトのコラボの分が出てきたと。はい。いうことなんですけども、まあ、まあ、これね、あの、日本発売、まあ、あるんだろうなと思いつつも、全然情報出てきてなかったので、はい、やっと出てきたね。はい、まあ、不安になってたっていう話なんですけど、はい、まあ、やっと出てきました、ね。そうですね。あの、2月15日に発売されるそうということですね。ちょっと時間がいつもと違うんですか、ね、あ、そうなんですよ。ちょっといつもの9時じゃないので、ちょっと注意が必要ですね。はい、確か9時半っていうことですね。はい。あと、抽選。そうですね、販売ですね。はい、まあ、抽選販売なんで、あれですかね。またあの、10分のやつですかね。あ、そうですかね。はい。あの、コメントいただいてたんですけど、はい、あの、エラーがね、怖いなっていう。そうそうそう、エラー多い。最近多いじゃないですか。僕ね、はい、なんかログアウト状態になることが。それ何なんですか？よくわかんない。僕なってなかったんですけど。はい。なんか直前ログインしててもログアウト状態になってることがあったりとかして、はい、よくわかんない状態。ってことは、もう9時前にちゃんとログインしとけっていうことなんですかね。そうですかね。はい。まあまあ、あの、楽しみがそうですね。はい。はい、まあ、出てきましたね。はい、あの、スニーカーズの方に、はい、写真が出てきていて、はい、改めて思ったのが、はい、この使い古したというか、そうです、ね、使い込んだようなあの状態になったものというのは、すごいかっこいいなと思って、はい、そうですね、はい。なんかいいなと思っちゃいましたね。まあ、あの海外のサイトで書いてまして、まあ、以前にも言ったんですけど、はい、バージェル・アブロー自身が、うんうん、ソールの黄色が少しちょっと、なんていうんですかね、色が日焼けしたような感じとかっていうのは、はいはい、そのヴィンテージ感を出したかったんじゃないかっていうふうに書いてたんで、まあ、まさにそんな感じですよね。はいはいはい、そういう感じなんですね。はい。あとあのね、ウィンドウの丸の部分なんですけど、はい。あのバージェル・アブロー自身が、インスタグラムの方で、はい、あのカッターか何かで、丸の部分を切り取ってる動画みたいなの上げてました、ね。あ、そうなんですか。上げてました、上げてました。なんで以前彼が AJ5 を履いて、あのファッションショーの何ですか、バックステージで撮られた写真見たときに、はい、あの穴が開いてて、履いてた、あの、なんですか、赤色のソックスが見えてたんですけど、うんうん、はい、あ、やっぱそういうことかっていう、なるほど、ことでした、ね。要はわざと自分で穴開けてたってことですね。そうですね。はい。はいはい、今回売られるモデルは、あの、穴は開いてないんですけど、ね、はい、あの、この、なんていうか、不透明って言ったらいいんですかね。はい、このサークの部分なんですけど、はい、あの、どんな風にソックスが見えるかっていうのを、なんか、なんていうんですかね、インスタグラムで見せてる人がいたんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、例えば黄色のソックスを履いたら、はい、こんな感じで映るんだぞ、みたいなのを、やってくれてたんで、はい。あと別のソックスが同じ方が履いてまして、また見せてくれてるんで、うん、まあちょっと画像を見てもらいたいんですけど。まあこれが薄くね、中が見えるじゃないですか。あ、そうですね。はい。まあシースルーって言ったらいいんですかね。そんな感じなんですかね。うん、まあ、
まあ、ファッションセンス問われそうですよ。ああ、崩しそうですね。ね、今日僕、黒しか履かないんで。ああ、僕も黒とか、ね。黒多いですよね。これはあのストック数とか分かってるんですか？まあ、リークで出てるんですけど、はいはい、まあちょっと、それは後に知りたいですか？はい、知りたいです。まあさっきあの服の話しましょうよ。アパレルですか？はい。いっぱい出てきてるんで。はい。まあ今回ね、アパレルの方も、はい、出てくるということで。そうですね。はい。ちょっとこれびっくりでしたね。スニーカーズの方に来ないと思ってたんで。そうですね。はい。一気に上がってましたよね。そうなんですよ。5カッターぐらいですか？そうですね、はい、5つのパターンで出てきてます ね、 すね、まあ、写真 の、はい、あのイメージやっぱり驚くというか、かっこいいなと思ったのが、はい、あの背中に、あ、そうですね、あの特にパーカーなんですけど、はい、あのホワイトの例の、はい、マークと、マークとウィングロゴですね、ロゴがね、はい、重なった形で、これちょっとかっこいいなと思って、はい、ただちょっとね、ジャンプマンロゴとかが正面にあったりとかして、ありましたね、なんかちょっと急に、はい、なんて言ったら、若さが出てしまう、そうですね、はい、僕らにはすごいきついなっていう、まあ、ジョーダンブランドのアパレルウェアっぽいですもんね、感じがちょっと出ちゃってて、はい、なんかちょっとまあ僕らには厳しい、僕らの年代にはっていうか、ね、そうですね、ちょっと厳しいかなっていう、20歳ぐらい若ければっていう感じですね、あと25歳ぐらい、そうですね。はい、まあ、あとなんか気になったのが、はい、まあ、アイテム1個ずつちょっと見ていきましょうか。はい、まず、ウーブンジャケット出てるんですね。はい、これもやっぱ背中に、このね、入ってますね、今回のロゴがあしらわれてて、はい。いわゆるナイロンジャケットっていいんですかね、そうですね。はい、ただこれ、値段に驚きました。あ、おいくらなんですか？ 5万5000円ですね。結構しますね。結構な値段ですよ。はい、ちなみにこれ、あれなんですかね、生産国見たんですけど、はい、イタリアじゃないんですね。ああ、みたいですね。はい、メイドインチャイナとかって書いてましたもんね。ね、まあまあ、背中はちょっとインパクトあって僕好きですけどね。はい、まあ、今回全部のアイテム言えることは、いわゆるブラックとグレーを使ってるっていうことですよね。そうですね。はい、まあそういう意味で言うと、スニーカーのイメージにも合ってるのかな。そうですね。はい、確かにそうですね。はい。はい、で、まあ、先ほどお伝えしたパーカーの方なんですけども、はい、これは3万3000円ですね。結構しますね、それでも。結構しますね、はい、これもね、胸の正面のあのジャンプマンロゴがなかった、僕的にはありやったんですけどね、一応ジャンプマンロゴの下にオフホワイトって書いてるみたいなんですけど、ね、あ、そうなんですね、はい、あと面白いのがパーカーのなんていうんですかね、紐っていうんですか、はい、の部分を見てもらうと、はい、いつものシュなんていうんですかね、シューレースって書いてるパターンあるじゃないですか、テキストの書いてる、はい、それが入ってるんですよね、はいはい、だからちょっと芸が細かいなって思ったんですけど、はい、なるほど、で、まあこれウーブンのパンツの方も出ますね、はい、まあいわゆるトラックパンツって言えばいいんですかね、まあナイロンのパンツという形なんですけど、はい、この方はまあお値段の方が3万3000円としますね、結構しますね、まあ、今このスニーカーズのモデルで履かれてる画像を見たんですけど、はい、履いてる靴ってこれ AJ1 のジムレッドですよ、そうですね、はい、なんでまだジムレッドなんですかね、なんでそれ合わせないんで、そうなんですよね、なんでエアジョーダン5じゃないんだっていう、はい、思いましたね、そうです、ちょっとそこ突っ込みどころでしたね、これこのパンツの紐も同じように、はい、なってるんですね、シューレスってありますね、はい、まあ、いわゆるそのいわゆるオフファイトの流れを入れてるっていうことですね、そうですね、まあ、お尻のポケットのところに、はい、今回のロゴ入ってる、はい、もう今回のそのオフホワイトとそのウィングマンロゴの掛け合わせたデザインっていうのはもうふんだんに使ってますね、そうですね、どのアイデアにも、はい、バージュラブロー自身がですね、はい、マイケル・ジョーダンのことをもうすごい子供の頃のスーパースターですごいリスペクトしてるので、うんうん、おそらくそれでっていうことなんでしょうね、次 T シャツの方ですね、はい、これも結構なお値段で1万1000円ですね、ああなるほど、まあまあまあそれぐらいだったらっていう感じじゃないですか、まあまあまあそうですね、はい、まあいわゆるパーカーのデザイン似ているっていうことですね、そうですね、なんかそのまま持っていったような感じのデザインですね、はい、今回あれですよね、サイズの幅が結構広くなかったですか、 XS からありましたよね、確かあそうなんですね、はい、はい、あと最後のアイテムになるんですけど、はい、これがちょっと変わってて、なんかボイラースーツと書いてましたね、はい、いうことで、はい、なんかいわゆるジャンプスーツみたいな、はい、つなぎみたいな、つなぎですよね、いわゆる、はい、でちょっと変わってるのが半袖と、そうなんですよね、長袖じゃないんですよ、そうなんです、まあ、おそらく重ね着してくれっていう感じなんかもしれないですね、はいはいはい、はい、まあ、これねちょっとなんか背中のとこから見てやっぱかっこいいです、そうですね、はい、まあ若ければいう感じですよね。若ければ言ってたかもしれないですね。ちなみにそれおいくらぐらいですか？これね、38,500円。結構な値段ですね。靴以上ということですね、基本的に。そうですね。はい、はい、はい。これサイズ感とかどうなんでしょうね。まあ、全然わかんないですね。わかんない、ね。書いてくれてないですからね。はい、身幅がどうとかっていうのがね。ね、はい、
まあ、これも気になるところですけど、ね、そうですね、はい、そんな今回 の、 まあ、アパレルコレクションなんですけど、僕らが一番気になるのっていうのは実は、はい、バージルアブローが今回、はい、そのプロモーションのキービジュアル出てた時に、はい、そのパーカー着てるんですけど、はい、その時履いてたブラックデニムパンツが一番気になったっていう話なんですよね。これ出るのかなと思ってたんですけど、はい、含まれてなかったですね。そうですね、はい、まあ、トップのページでも、はい、イメージ画像として使われている、そうです、ね、バージルアブローが背中向けてるから、はい、それかっこいいですよね。その写真かっこいい、この写真かっこいいですよね、はい、これのパンツが、まあ、何のブラックデニムなのって感じがします。そうですね、はい、その写真見た時にフィアレスはそのパーカーがいいと思ったんですけど、そうそうそう、その正面のねデザインがあんまり、まあ、なければならないですけど、いい感じになりますよね、はい、まあ、買う買わないは別として、はい、今回のアイテムでどれが一番気になりました？そうです、まあ、僕はナイロンパンツですかね。ナイロンパンツ、はい、まあ、配色もいいなと思ってたんで、まあまあ使いやすそうな感じは、ね、はい、まあ、ね、ロゴもそこまで大きくないと言いますか、はいはい、はい、ああそうですね、はい、はい、ちなみに、あ、僕ですか、はい、僕はね、実はボイラースーツ。ああそうなんですね。気持ちは若いんでね、はいはい、いわゆるつなぎですよね。そうです、はい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 、なんか遊びが効いてるのも好きなんで、はいはい、はい、はい、皆さんも、はい、まあ、当然スニーカーが一番気にはなってると思うんですけども、はい、アパレルの方で、はい、なんか気になっているものとかあれば、はい、コメント欄に書いていただけたらなと思います。あ、そうですね。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、で、ちょっと、いい加減ちょっとストック数を教えてください。あ、そうですね。ストック数なんですけど、はい、エアジョーダン5とオフホワイトのコラボなんですけど、はい、リンクでですね、はい、2つありまして、はい、まず1つが4万6000足じゃないか。っていう話とか、はい、と、はい、もう一つが6万足。6万足、はい、あ、まあ、どっちにしても少ないですよ、ね。少ないですね。まあ、6万足ぐらいだったら、はい、まあ、トラビス・スコットとか、あ、そうですね、AJ6 ぐらいですかね。数なんかなっていう気がしますけどね、はい。まあ、そんなストック数のリークなんで、はい、まあ、抽選なのかなっていうふうには、ちょっと思いましたね。はい、まあ、僕、この手のね、6万足ぐらいのやつって、あんま当たったことないですよね。一度もないですね、僕も。あんまっていうか、ないかな。まあ、それをね、次の15日に ね、 そうね、奇跡を信じて、はい、歴史の一つとしてしたいですよね。やっていきたいですね。はい、まあ僕らも、はい、オンラインチャレンジの方やっていきますので、はい、結果の方が気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。はい、ヌイズでした。さようなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.